昭和33年台風第17号は、1958年8月に、紀伊半島に上陸した台風である。進路図1958年8月21日15時頃、沖ノ鳥島付近の熱帯低気圧が、台風17号となった。台風は、当初北北西に進んでいたが、南大東島の東方の海上で進路を北に変え、24日朝には、 四国地方の南5 0 0トルの地点に達した。そこで北北東に進路を変えて25日の17時30分頃に和歌山県の白浜町と御坊町の間に上陸した。上陸時の中心気圧は970ミリバール。中心付近の最大風速は秒速50メートルであった。台風は上陸後も北北東に進み20時頃に高野山を通過して 奈良県奈良市の西方を通り、京都府京都市付近を経て、次第に勢力を弱めながら、北陸地方から関東地方北部を通過し、宮城県仙台市付近から三陸沖に抜け、26日には温帯低気圧へと変わった。この台風により、全国で死者15人、行方不明者30人、負傷者39人の人的被害が出たほか、 損壊重家は1996棟、浸水重家17,641棟に達した。和歌山県田辺市の愛川、引川にある、戸の山ダムでは、この台風により発生した洪水で、川の流域では、死傷者23人、家屋の流出もしくは、前半階380個という被害が出た。また、台風の直撃を受けた奈良県でも、各地で暴風や、 豪雨などが相次ぎ大きな被害が出た。ありがとうございます。